将軍への小級試験初級回り直しでチョックラブゾタ六百二十四回目,回目 <laughs> <laughs> いや今日はチョックだった本当にいや今日のカミスマ本当カミスマがカミスマたるゆえん王さんなん <laughs> ていうの <laughs> まさかね表現してくれたよねあんなオチある <laughs> あんな最後にね噛むとは思わなかったもうだって私あれだもん出す気でいたもんね もう飛行機出す気で <laughs> だからえ <laughs> ちょっ皆さんねんもう急になんか中止になった気分っていうフライト中止になった気分 <laughs> そうねおっしゃっていましたがもうまさにその通りいやでも今日はねカミスマの威厳を見せた感じかな <laughs> 素晴らしかったねもうカミスマたるわ <laughs> たるわじゃないか <laughs> まあでも私もほら 10, 10時代さ すごい読み間違えてたから今日はちょっと多かったねそうなんだろうね緊張してたのかなそういう日もあるかもそういつもとほら違うこともあったから今日はそうね11時台にねそうそう10時代に緊張すんなよ楽しい早いよ緊張するの出ちゃうのよだいぶ早く背中から出すもんねみっちゃんねいつも緊張はね そうなんです今日はねちょっとモンダミンカップのね、うん、お知らせとかもありまして私もちょっと緊張して、はい、<laughs> あまりあのレポートとかないからそう,、ね、そうなのよちょっと緊張してはい、はい、あのデザートもねデザートみたいな <laughs> <laughs> 突っ込めないって思っちゃっね。<laughs> ちゃいましたけどいや無事よかった、うん、ね。いやでも今日のほんとカミスマ素敵なお題でしたよもうさすがのお題でしたよね素晴らしいお題でした,あり,したありがとうございます。ます <laughs> さて、はい、メッセージいただいてます、はい、MT52A さんありがとうございます我が家のアジサイは大した手入れはしていません、うん、半ば放置状態ですが花が焦げ,、えー、焦げたようになる前に切ってしまうことだけをやっています、うんうん あと切る時に「今年も綺麗に咲いてくれてありがとう」と言ってあげます。 これれだけですすが、うん、毎年綺麗に咲いいててくれていまアジサイは旅立ったかみさんが好きな花、うん、今日はかみさんの命日でして、うん、この時期アジサイが咲くとかみさんが戻ってきているようでほっこりさせてもらっています、うん、あさみさんがおっしゃっていたアジサイとカタツムリですが以前は我が家のアジサイにも結構カタツムリがいたのですが<ー>ここ数年は本当に見なくなりましたちなみにアジサイの葉には毒があってカタツムリはアジサイの葉を食べないのだ 我が家は2箇所に紫陽花が植えてあってもう一つの方の写真を送ります、うん、こちらは新芽が出る春先の台風の実の大雨と強風にやられてしまい、うんうん、まとまりなく広がってしまっていますがそれでもきれいに花を咲かせてくれていますということできれいなチアリーダーたちがねポ、ね、ンポン持って。 佇んでますね。奥様が応援してくださってね。実際ね素敵じゃないなんかお話。完全ちょっと持っちゃいましたけど。もう半分妄想の世界だから。だいぶ妄想の感じちゃいましたけど。信じるって大事なことだから。そうだよ。そうね奥様実際好きだったのね。ね。いやでもさこうやってねこの時期にこうふうに綺麗に丁丁綺麗にっていうかさ手入れをしてでまた来年ね。 今日あの会いましょうっていうさ、うん、そういう気持ちってさ、花にもさ伝わるのかもしれないよね。絶対に伝わると思う。うん、だってお話しした方がいいって言うじゃないですか。言うね、植物とかもね、だから絶対その気持ちはね届いているんだと思うんですよ、ねうん。私も喋って。<laughs> お話ししたことあるな。<laughs> <laughs> うちの観葉植物ちゃんと。今なんでキャラ作ったの？<laughs> <laughs> 今のは動画で見せたかったな。うん <laughs> 私も植物ちゃんとお話しした。ただいまーって。<laughs> そうね、うん、大事っていうよねそうでもね。お帰りーパスサーパスサーパスサーってやってくれたもん。<laughs> 本当だよこれ。<laughs> 何回も言うけど、何回だって言うよ誰も信じてくれないから。帰ってきた風じゃねえのかっていう。じゃ違う。 どんだけ私が風邪を巻き起こすのうどういってただいま, <laughs> だいますごいよね、ほんと、まあ、カバンとかふわーみたいな呪術師じゃないなんかもう風邪はうただいま、ふわーみたいなね、<ー>そんなあの素敵なお話もいただきまして、はい、はい、ありがとうございます,いますそして、うん、来週はいよいよ、はい、マイケル・ジャクソン 二時間ちゃんと言ったね。はい。時間カタカタで二時間。<laughs> <laughs> 何回言うの？言わせてくれないから。これでさ、<laughs> マイケルジャクソン一時間オールリクエストですなわけないよね。そう。二時間 <laughs> オールリクエストでございます。はい。ねえもうたくさんメッセージ。 いただいております。リクエストもね。ねはい、やっぱマイケルに対しての熱い思いがすごい伝わってくる。そう,そう結構ね、うん、いつもよりあの文章がやっぱ長いかもしれない。皆さんメッセージがすごく長いね,ね。やっぱりあの世代じゃない方は知ってるっていう曲だけでもね、うん、あの送ってくださってはいるんですけど、うん、いやそれでもね本当ありがたいことで、うん、まあ、あの私が先週王道を <laughs> 送ってくれって言っちゃったもんだから。 本当にその通り王道が来ましたねそうありがとう、うん、あのあんまり外れてないよねそう,なのそうなんですよザ・王道はい。って言っちゃっていいものかっていうところはあるけどね <laughs> まあでもほら、うん、いろいろね選曲していって、はいうん、またちょっと違う形になるかもしれませんけどそうですね、うん、ねえ皆さんあの意外でしたよ私ね予想ちょっと超え そうなのかっていう感じも確かにあったかも、うん、ね。うん、あとこう集中する曲もありましたね。まあそれはね、うん、どのアーティストもやっぱりねこれだよねっていう曲には集中しがちではありますけど。マイケルは特にな気がするな。まあそうね。まあちょっとお楽しみということにね、はい。来週ぜひ、ね、一緒に楽しみましょうね。はい、私たちはこれからねあの選曲モードに入ります。はい頑張ります。はい。<laughs> 急にコウさんですみたいにな戦闘 <laughs> モードだから。<laughs> <laughs>